あ、こんにちは。あ、かごめさん、かごめ21の戸田です。連隊のメンバー。今日は生講支部大会に来賓出席した後、京都で悪者をやっつけるためにやってきました。ただ今ちょっと遭遇がちょっとそれてたのが残念なんですけども。だけすれ違ったんですけど、ね、うん。あの、刑務所入りの西村仁志。あいつ、もう刑務所入り次近くて内心ビクビクしてるんだと思うけどね。もう、いかが、あの、見え張って、この騒いでるところじゃないぞと。まあ、次の刑務所に備えて、ちょっと右練していけようと、まあ、アドバイスしてやりたいなと思いますね。ありがとうございます。だからあれちゃうとな。ピューって逃げていった。今日10月14日、実は、で川西のあの邪悪兵とおつるが出る川西市議選の告示日であり、もう革命的労働組合連帯生コン支部の定期大会の時であり、そして全国一斉兵と粉砕闘争の日であるというのがもう非常に歴史的な日になるね。今日全国あちこちで兵との連中がコテンコテンにやられて、もう心に傷を負うというのがもう楽しみで楽しみで仕方がない。もうこんなことするんじゃなかったっていう心にぐさーっと傷を負わせて、まあ、みんな見栄を張って喜ぶだろうけども、まあ長続きしないよと、もう無慈悲に無慈悲なまでに追及を粉砕すると、もうこんなことするんじゃなかった、死ぬほど後悔するような思いをさせてやろう、はい、ヘイト粉砕、はい、あんたひどいですマジひどいです。じゃあ今日はそこか戸田さんが来てますんで、むちゃくちゃむちゃくちゃのと言ってますんで、戸田さん先からあの負けずに頑張ります。はい、お願いします。気合い入れて行きます。戸田さん、状況説明今、京都の某所で、我が革命的索敵隊が敵の車を発見したという情報がありまして、それに向かってカウンター、現役するべく、今、待ち伏せ地点で、車を止めております。今や遅しと待っております。犯罪集団、お前ら俺、教えさとしやってくるぞ。レイシスト、ザーツレイシスト、ゴチュヘッゴチュヘッ、発見しました。レイシスト、うさい、This is Japanese racist、在宅会。はい、レイシストの犯罪発見。全く偶然、なんと向こうから来るかと思ったら止まって待ってたという。西村仁志じゃ、ほう。な、やかましいわ、ほう。
お前は名誉毀損や、名誉毀損や、名誉毀損や、名誉毀損。俺はな、俺とこは明治天皇から土地をいただいて政治家だったんだ。お前らみたいなな、なけと、くず、ちゃん、人間のゴミとはちゃうんじゃ、とりゃ、ほんだら。ゴミとはちゃうんじゃ、俺は。ゴミとはちゃうんじゃ。これ。あんだら。日本でいらっしゃったんですよ。
しましょうね、皆さん。日本南極とは、刑務所に出身と有名な南極会のメンバーが集まって作った人種差別な舞台です。いやー、苦労したかい。会長の桜井誠は、最初の人から存在そのものが入っていて認定されたそうです。皆さん、後ろから まともに仕事したことのない前科三犯西村ひとし、待て待て。さあ、車が使えたぞ。正義の宣伝官が後ろに迫る。おい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 、それお前違反じゃないか。おいおい、あそこ入るんか。俺らも入ろう、俺らもコンビニ入ろう、コンビニ入ろう、コンビニ。あ、ちょっと気が変わりました。まだどうじゃないですよ、気が変わったんです、すいません。西村ひとし待て。前科三犯、安全運転しろ。刑務所で泣いとった西村ひとし、安全運転しろ。早っ、お前早すぎるぞ。逃げ足の速い前科三犯、刑務所維持。しかしこんなことをしてたら前科四犯は目の前だぞ西村ひとし。前科四犯目の前の西村ひとし、政治活動やってる場合違うぞ。まともに期待に汗して働けよ西村ひとし。もうすぐ前科四犯の西村ひとし、京都の町を暴走運転してます。私たちは西村ひとしに交通安全指導をしております。もうすぐ前科四犯の西村ひとし、交通安全に気をつけなさい。刑務所であった涙して反省しただろう。もう入るのやめるんだぞ西村ひとし。前科四犯間近だぞ。もう足を洗え。お前働かんでも親の金で暮らせるだろ。おとなしくしとけよなあ。親の金で遊んで暮らしてきた西村ひとし、おとなしくしとけよ。せめて悪いことはするなよ。おい西村ひとし、こら待て。罪ぬかしすぎ。我々コンプライアンス隊としてはちょっとつらいぞ。コンプラドラとしてはつらいぞ。ちょっと待て。今日の町を暴走するな、暴走ヘイトの西村ひとし。おい待てよ、こちらは困るぞ。おいおい、コンプラス前科四犯間近の西村ひとし。おいこら、おいおいおい、どこ行った。はい、あの奥さんに入ろうと思います。あ、ちょっとすいません、気が変わりました。ごめんなさい、で次入りますからね。おい、まだおる。西村ひとし待て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 。ほらぶつかるなよ、ぶつかったら大変だぞ。車の姿大変だぞ。前科四犯間近だぞ。前科四犯間近だぞ西村ひとし。親のすねかじりで悪さをするのはもうやめろ。どこ反動、反動、どこ反動。親のすねかじりでね、悪いことするのやめろ。生徒活動はしておれ、ね、西村ひとし安全運転しろよ。無茶な飛ばすなよ。あ、浜田さん悪いことしてるんだ。刑務所で泣いとった西村ひとし。もうちょっと来て。はい、もう行ってきます。ちょっと、もうついでやめていいや。危ないぞ。もう、でもおもろいの取れたから。あ、ボリューム下げましょう。
西村ひとしさんは家に逃げ帰ったみたいなんで、ここはもう土地勘がもうないので通常の宣伝に戻ります。はい、本部は宣伝隊としてはここら辺で残念ですけど、あそこの道出てるよ。ちょっとお茶でも飲みますか。ではちょっとあのもうおもろい絵撮れたんで、ご紹介見つかってよかったですね。またどっかに出てきたらまた行くんで、今日行くんで、もしどっかで京都市内で発見したらクラックウエストのツイッターに教えてください。クラック CRAC アンダーバー WEST、 ここに教えてもらえると僕らがピューっと行きますので、よろしくです。じゃあ一旦切ります。はい、いました。刑務所に入っていた前科三犯の犯罪者で、ヘリコプター機の護送車で、前科三犯に島いたします。皆さん、もうすぐ前科四犯になる西村いたし、刑務所で泣いとったやろ。親のすねかじりで前科三犯の西村いたしかな。親のすねかじりで前科三犯の西村ひとし君、刑務所で泣いとったやろ。もう刑務所に入るの見せよ。普通の人間は北朝鮮に入るの。よう刑務所に関しなさいよ西村ひとし君。前科四犯もうすぐになる西村ひとし君、西村ひとし君、西村ひとし君、前科三犯の西村ひとし君、親のすねかじり前科三犯の西村ひとし君、前科四犯長いようにしなさいよ。前科四犯になるぞ。日本人たちした北朝鮮の大統領ですから、別居一の皆さん、この車に近寄らない方がいいですよ。拉致されますよ、拉致されますよ、拉致されますよ。北朝鮮の何歳の人間がお前捕まえたるわ。お前警察拉致されたじゃないか。何になるわ。警察に3回も拉致された西村君。西村君前の日本に北朝鮮の人は訪問できませんよ。皆さん酒飲んでないか。日本人警察に3回も拉致されて逮捕された西村君、もうすぐ逮捕4回だ。アホのおしっこするだけ下手れの飲酒運転してないか西村ひとし。さっき顔赤かったのみんな見てるぞ。西村ひとし飲酒運転してるんちゃうか。おーい西村ひとし飲酒運転じゃないか。さっき顔赤かったよな。逮捕4回目が近い西村ひとし君、前科4犯もうすぐなるぞ西村ひとし。親のすねかじりの兵と右翼、たまには額に汗して働けよ。皆さん拉致されますよ。早い飲酒運転してないか西村ひとし。ちょっと待てよ、もうちょっと巡航運転しなさい。逃げ足早い。逮捕4回目なるぞ。4回目逮捕なるぞ西村ひとし。あから顔で飲酒運転疑いあるぞ。飲酒運転疑いで現行犯で抑えよっか。
おまわりさん、前の車、前科3番、西村ひとし、あから顔でした。飲酒運転疑いあり。あれ運転してるの西村ひとしですよ。もうすぐ前科4班の西村ひとし危険運転だぞ。日本大東元大東会の西村ひとし、あから顔だったからあんた飲酒運転してるんちゃうか。危険運転、危険運転、証拠動画だよ。はい、ただいま14時27分、ここは教団そばですね。赤信号のところ、前の車道路交通法違反ですね。日本第一党の道路交通法違反ありました。ビデオに捉えられてます。はい、警察に通報せないからな。逃げてもまた赤信号。逃げても赤信号。東山近衛の交点。逃げても赤信号。前科4班もうすぐの西村ひとし。刑務所つらかったやろ。刑務所でつらかったやな。刑務所で涙流してたやろ、西村ひとし。あやかその女の子。あんまりな、そんなやつだと。そんなやつだと付き合ってるもんだけど、交通違反現行犯の西村ひとし、お前事故しそうやぞ。赤顔で酒飲んでないか。西村ひとし酒飲んでる疑いがあるぞ。スピード出しすぎ。日本大東の前科3班西村ひとし、スピードの出しすぎ。刑務所つらかったやろなあ。親の金でぬくぬく遊んできたお前にとって刑務所はつらかったよな。なあ、刑務所入りたくないやろ。もう少しまともな仕事せえよ。差別集団西村ひとし、はい、こちらは安全運転しますよ。はい、コンプライアンス警察隊。うわ、早い西村ひとし。西村、いやちょっとね、ここはちょっと何もかけないですか。そんな感じですね。ポリンチあげましょう。あ、今日は充実した。はい、ちょっとじゃあ、はい、あの今日の、戸田さん、今日頑張っていただいた、里町議会議員の戸田大輔さん、
いや、本当に充実した。左は、うん、左の兄ちゃんはですね、うんうん、クラックウエストの、うん、伊藤健一郎でございます。うん、はい、今日はこの二人の画策によって、街中でブルースブラザーズみたいな大変なことになったわけですけど、ちょっとあの、トラさんの方から総括を。いやね、最初なかなかこう、捕まらなくて、まあ、難しいかな、でもちょっとでも遭遇できればラッキーかなと思って、行ったら、まあ、動画にもありますけども、向こうの山は坂から降りてくると思って、さあ今かって回ってたら、もう全くね、すでに同じコンビニの、ちょっと横の隙におったというのを発見して、お互いびっくり仰天で、まあ、それからもう17分間戦闘というのがあったね。最初、僕らの方があの、スピーカーが音が出なくて、おかしいおかしいって、ちょっとおたついたんですよ。あの、コードの接触が悪かったんだけどね、おたついばばして、もう、あの、声でいろいろ喋って、野間さんがスピーカー出していろいろことして、まあ面白かったね。で、まあ僕も前科者ですよ、これはっきり言いますよ。権力弾圧による不当弾圧で最高裁で有罪確定したし、学生の時にもパクられて有罪があるし、前科者、僕は正しい前科者だからね。革命的左翼の前科者だから、正義の前科者。でもあいつは不正義なんだよね。あの中曽もそうだし、あいつも。だから、わしはこれは正しいことしたなんて全然言えない、言わないでしょ、うん、中曽も。隠すわけだね。うん、で、石村ってだけど理屈も何もないような、頭がちょっと足りないやつだと思うんだよね。あの言い方。うん、ね、ふえーってチンピラぶって、それをなんか喧嘩の名人だみたいな、お前どこの中学生やと。いうふうな感じで、あいつ一番いいのは、あの、これは前科者と、刑務所行ってお前泣いてたやないかと。で、言ったらさ、なんか本当に泣いてたんじゃん、これ、あいつ。なんかそれが嫌が、ものすごい嫌がる感じだったね。お父さんの今日はもう誹謗中傷がひどかったですけど、お前刑務所行って泣いてた、西村仁とね。人の嫌がることばっかり言ってましたよね。でもあいつ親のすねかじで、なんかマンションの管理任されて、ほんで、あぶく銭で、ウハウハ、楽に暮らしてると。はい、もう40ぐらいかな、あいつ。もっとでしょ。もっと。もう50前。50。とんでもないやつさ、はい、まあ、本当に額に汗して働いたことのない。はい、親のすねかじで、もう何十万も金を使えると。それを、もうああいう悪いことしてやってるとね。はい、まあ、そういうこともいろいろ指摘してあげて。はい、それものすごい嫌がってたのね。家でゲームしとけ。もうそれで家でゲームしとけよ。はい、どんどん肉焼いてください。ほ、うん、で、逃げ足の早いこと。あのステーキ御膳とか、うん。僕は、いや、これ日本第一党じゃなくて、お前ら、もう、逃げ足第一党やないかと、言うたぐらいの。逃げ足の早い。はい、あの、クラックウェストの会長 の、はい、伊藤さんの今日の、はい、反省。はい、今日は、西村仁が市内でやるってことは分かったけど、実際そのどこに出没するか全然分かんなかったんで、まず最初に車がこうどこからスタートするかを確認しなきゃダメって言って、それであの秘密部隊をそのあいつの家の前と、あとあいつが行くであろう、なんか国土位置情報が来てましたね。あとでもあの地上にいろんなこう仲間がいますんで、工作員地上に泣くと、まあ、グランドコントロール、グランドコントロール普通にこう連絡が入っていますん で、はい、で今日も最初のスタート地点があの霊山護国神社って分かってたから、うん、そこであの追悼式典的なその戦没者遺族の集まる、それ自体は真面目なイベントだけど、あいつらっていうのはそのあの AC の連中は、まあ、そういうのに行きたがって、自分たちはこう英霊の御霊を受け継いで日本のためにみたいなことを言いたがるから、そこから追尾してたんですよ。そこでずっと追尾してました。もう完全ストーカーで、はい、朝の9時からいましたんで全く正しいね。式典自体は11時からだったけど、まあ、なんか10時ぐらいの段階で一人見つけて、一人おるってことは多分何匹かいるなと思って、まあ今日は戸田さん の、 あのスペシャルアソルトビークをそれを使うことができたためにそれを事前に京都に持ってくるっていう地味な作業が必要だ。結構頑張っていろいろ作業があったんだよね今日ね。あの写真1個も上げてないから外観とかまだ誰も見てない、ツイッターの人誰も見てない。それ上げてないですね。写真上げとかないとなりませんね。クラックのロゴが入ってロゴ、クラックロゴ入りで結構戸田さんのヒゲトダアソルトビークルにしては
シュッとしたそうそうそうあの飾り付けで、ヒゲとだらしさを抑えながら、あとチェーゲバラも外しちゃった。あ、ね、そうか、なんか、なんか楽しいなと思ったら。乗ってんのはヒゲとだ。だけど乗ってんのはヒゲとだみたいな。ヒゲとが参加するかけたら、そうだと。まあ、あの今この顔出しできる2人以外に、うん、そのグラウンドコントロールチームが4人おりまして、うん、それで皆さんの協力で、なかなか、うん、あの通撃を与えることができたということで、今日は皆さんお疲れ様でございました。どうもありがとうございました。お疲れ様でございました。こちらの、こちらの方にちょっとだけ映しますね。顔がお疲れ様でした。はい、じゃあまた、まあ、今日は今日の策的と連携、うん、情報収集と戦略、素晴らしかったですね。じゃあまたあの、うん、あのヒゲトとアソルトビークル貸してください、ね、うん、あの大丈夫です、はい、もう飯壊してもらったらさーで貸す、はい、わかりました、うん、じゃあそういうことで、お疲れ様でございました。